どうもこんにちは、ウロンです。今回はクリストのこちらを作っていくので紹介していきたいと思います。クリストロンの最大の特徴、それは相手ターン中にシンクロ召喚をすることです。メインデッキに入るクリストロンチューナーは相手ターンのメインフェーズあるいはバトルフェーズに1人であれば墓地のモンスター1体を特殊召喚し、そのモンスターとリオンであれば除外されているモンスター1体を特殊召喚し、そのモンスターと機械属シンクロモンスターをシンクロ召喚することができます。ただしこの時シンクロ素材となったモンスターは素直に墓地に行かず、シトリンの場合であれば除外され、リオンの場合であればデッキに戻ってしまうというまあデメリットがあります。そんな様々なデメリットや制約があるとはいえ、相手ターンのメインフェーズにとどまらず、バトルフェーズにまでシンクロ召喚を行うことができる。それも、フィールドにチューナーは不要という、他に類を見ない能力を持ち合わせています。これらの能力を活かして戦うクリストロンではありますが、そもそもこれらクリストロンチューナーを自分の場に出すことができなければ、話が始まりません。そこで活躍してくれるのが、チューナーの下級クリストロンモンスターたち。こいつらは共通能力で1ターンに1度自分の場の表側のカード1枚を破壊することでデッキからクリストロンチューナー1体を特殊召喚することができます。この効果で破壊するカードは自身以外という記載が一切ないので、召喚した自身を破壊してそのままクリストロンチューナーを特殊召喚するといったゲートもできます。ただしこの効果を使用した場合、このターンエクストラデッキから機械属シンクロモンスターしか特殊召喚できなくなるというデメリットが存在しますので、そこだけは注意してください。さらにこいつらはそれぞれ固有の墓地能力を持っていて、ローズニクスは墓地の自身をゲームから除外することで自分の場にレベル1のトークンを生成する能力を、シスト1は墓地の自身をゲームから除外することでデッキからクリストロモンスター1体をサーチする能力を、スモーガーは墓地の自身をゲームから除外することでデッキからクリストロン魔法かトラップ1枚をサーチする能力を持っています。ちなみにこのスモーガーからサーチすることができるクリストロン魔法トラップにはこのデッキにはインパクトのみが入っています。このカードは除外されているクリストロンモンスター1体を特殊召喚することができる能力を持っています。特殊召喚できるモンスターにはクリストロンモンスターということ以外一切の制約がないので、クリストロンシンクロモンスターはもちろんのこと、後ほど紹介するクリストロンリンクモンスターも特殊召喚することができます。さらにこのカードが墓地に存在する場合、自分の場のクリストロンモンスターが相手カードの効果対象になった際に自身を除外することでその効果を無効にする能力を持っています。話をクリストロンヒチューナーに戻しますが、こいつらの先ほど言ったチューナーをデッキから特殊召喚する能力と固有能力は1ターンに1度どちらか一方しか使用することができません。正直不便です。とは言ってもクリストロンチューナーを自分の場に出しながら手札にあるクリストロンヒチューナーの墓地能力も使用したいなってこともあるかなと思います。そんな時に役に立ってくれるのがこのクリストロンサルファプナ。このモンスターは手札のクリストロンカード1枚を墓地に送ることで手札か墓地の自身を特殊召喚することができます。ただしこの能力で自身を特殊召喚した場合、自分の場の表側表示のカード1枚を破壊しなければなりません。一見するとこの効果デメリット付きの特殊召喚能力に見えますが、この効果で自分自身を破壊することでこのモンスターは破壊されると自分のデッキからクリストロンモンスター1体を特殊召喚することができる能力を持っています。なのでこいつの特殊召喚能力を使って自分自身を破壊してあげることによってチューナーを用意しながら墓地のクリストロンモンスターの固有能力を使用することができるわけです。ちなみにこのサルファプナーの効果を使用した後には機械族しか出せないとかシンクロモンスターしか出せないとかそういった制約は一切ないので、このように条件さえ揃えてあげればリンクモンスターもリンク召喚することができます。で、今出したこのクリストロンハリファイパー、このモンスターはリンク召喚成功時自分の手札がデッキからチューナーモンスター1体を特殊召喚する能力を持っています。まあ、ただしこの効果で特殊召喚したチューナーモンスターはこのターン効果を使用することができませんが、クリストロンチューナーは相手ターンに効果を使用するのでこの効果はデメリットになるといったことはあまりないかと思います。さらにこのモンスターは相手ターンのメインバトルフェーズ中に自身をゲームから除外することでエクストラデッキからシンクロチューナーをシンクロ召喚扱いで特殊召喚することができる能力を持っています。通常のデッキであればこの効果の使いどころを気にすることっていうのはあまりないかもしれませんが、このデッキでは気にする必要性が出てきます。それはクリストロンチューナーの相手ターンにシンクロ召喚をする効果を発動した時です。シトリのような効果にチェーンしてハリファイバーを発動するとどうなるか、チェーン1が1人、チェーン2がハリファイバーになりますから、まあ、逆順処理でハリファイバーから解決していきます。チェーン2の効果でハリファイバーをゲームから除外して、エクストラデッキからシンクロチューナーをシンクロ召喚扱いで出します。その後シトリの能力で自分の墓地とモンスター1体を蘇生してそのモンスターと機械族のシンクロ召喚を行うわけなんですが、もうシンクロモンスターを出す場所がありません。エクストラモンスターゾーンは埋まってしまいましたし、リンクマーカーも存在しませんからね。でこの場合どうなるかというと、実はこの状況で処理が終わります。こうすることによってメインデッキのクリストロンチューナーでは出すことができない機械族以外のシンクロモンスターをシンクロ召喚することができます。
ちなみに先ほどのような状況はあくまで効果を発動する時点ではシンクロモンスターが出せたよ、でも効果の処理の時点でシンクロモンスターが出せなくなったっていう場合のみこういった状況を作り上げることができます。例えば肌からこういう風にエクストラモンスターゾーンが埋まってたりリンクマーカーが存在しない状態ではこのクリストロンシトリーの能力自体は発動することができませんので、そこだけは注意してください。じゃあ具体的にクリストロンがどんな風に動いていくのか、いくつかのパターンをご紹介していきたいと思います。まずは切り札グリオンガンドを出す動きですね。このグリオンガンドがどんな能力を持つかというと、まず召喚条件がチューナー2体以上と非チューナーモンスター1体という普通のシンクロ召喚と真逆の召喚条件を持っています。でこのモンスターシンクロ召喚成功時に自身のシンクロ召喚の素材として使ったモンスターの数まで相手の場墓地のモンスターカードを除外することができる能力を持っています。まあ、つまりは最低でも3枚のモンスターを除外することができるわけです。またこのモンスターシンクロ召喚した後に破壊された場合、除外されているモンスターの中から好きなモンスター1体を特殊召喚することができます。まず1つ目がジェネクスンディーネを使ったやり方。このモンスター召喚成功時、自分のデッキから水属性モンスター1枚を墓地に送ることでジェネクスコントローラー1枚を手札に加えることができる能力を持っています。この時にローズミックスを落としてください。あとローズニックスの効果、墓地の自身をゲームから除外することでクリストロントークンレベル1のトークン1体を特殊召喚します。でトークン1体を使ってリンク召喚、出てくるのはリンクスパイダーです。でリンクスパイダーの効果、自身のリンク先にバニラモンスター1体を特殊召喚します。でそしたらリンクスパイダーと、ジネクスコントローラーでリンク召喚、出てくるのがクリストロンハリファイバー。クリストロンハリファイバーの効果で自分のデッキからチューナーモンスター1体を特殊召喚します。こうすることによって相手ターンになってハリファイバーの効果、自身をゲームから除外してエクストラデッキから、クリストロンチューナーというかシンクロチューナーモンスターを特殊召喚してあげれば、チューナーモンスター2体プラスチューナーモンスター1体以上1体という形でグリオンガンドを特殊召喚することができます。2つ目はスクラップリサイクラーとクリストロンカードなら何でもいいので1枚、こういった組み合わせですね、出すことができます。まずクリストロンじゃねえや、スクラップリサイクラーを召喚して、こいつは召喚成功時自分のデッキから機械族モンスター1枚を墓地に送ることができます。ここでサルファフナを墓地に送ります。その後手札のクリストロンカード1枚を切ってサルファフナの効果特殊召喚、その後場の表側のカード1枚を破壊します。当然破壊するのは自分自身。破壊されたサルファフナの効果を使って自分のデッキからクリストロンチューナー1体を特殊召喚します。その後ここ2体で、リンク召喚ですね。で出てくるのはもちろんクリストロンハリファイバーです。でハリファイバーのリンク召喚成功時、デッキからクリストロンシトリーを特殊召喚します。そしたら、相手のターンに入って、シトリーの効果を発動します。それにチェンジしてハリファイバーの効果。ハリファイバーの効果を処理して、自分のデッキの中から、エクストラデッキの中から、クリストロンコーナーも特殊召喚。その後、シトリーの効果を使って、自分の墓地からレベル3モンスターを蘇生します。こうしてあげることで、チューナーモンスター2体と、非チューナーモンスター1体といった形で、レベル9を作ることができます。では最後にこのデッキの裏切り札であるコズミックブレイザードラゴン、こいつの出し方をご紹介してからレシピの方に移りたいと思います。使うカードは2枚です。クリストロンじゃなくてジェネクスウンディーネプラス、シストバーンじゃなくてサルファフナプラスローズニックス、どこのどちらかっていう動きですね。今回はどうしましょうかね。じゃあとりあえず、この2枚でいきましょう。ローズニックスと、この、ウンディーネっていう組み合わせでやってみましょう。まずジェネクスウンディーネを召喚。ウンディーネの効果でデッキから墓地にサルファフナを送りながら手札にこいつを加えます。さあとサルファフナの効果、手札のローズニックスを切って蘇生します。さあとサルファフナ自身を破壊します。そしたら破壊されたサルファフナの効果でデッキからシトリーを特殊召喚。その後、墓地のローズニックスを発動します。トークンを1体生成して、生成したトークン1体でリンク召喚。出てくるのはリンクスパイダー。リンクスパイダーの効果で手札のジネクスコントローラーを特殊召喚します。そしたらリンクスパイダーとここでリンク召喚。出てくるのはハリファイバー。ハリファイバーの効果を使って自分のデッキの中からクリストロンチューナーというかクリストロンシトリーを特殊召喚。その後、ウンディーネとシトリーでリンク召喚。リンク召喚じゃない、シンクロ召喚。出てくるのは、テクジーナスハイパーライブラリアンですね。で、これで相手ターンのメインフェーズになりました。で相手がなんかモンスターを召喚して、なんか効果使った。その処理後に、まずこいつシトリーの効果を使います。自分の墓地のモンスター、行ったら対象に対象を蘇生して、それらと、シンクロ召喚を行います。機械毒のシンクロ召喚を行います。ここで出てくるのが鳥獣牽制武蔵ですね。ライブラリアンの効果と、武蔵の効果を使います。武蔵の効果で自分の墓地からシトリーを回収しながらライブラの効果でワンドロします。そしたらその処理後ですね、ライブラのワンドロの処理後、ハリファイバーの効果を起動、自分のデッキの中からエクストラデッキから、フォーミュラーシンクロを出します。そしたら、チェーン1、チェーン2、チェーン2のフォーミュラの効果でワンドロ、チェーン1のライブラの効果でさらにワンドロします。そしたらその処理後にフォーミュラーシンクロの効果を発動、自分の場のモンスターを使ってシンクロ召喚を行います。はい、
行してあげることによって、初手この2枚から、ドルプルだっけこれだっけこの2枚からスタートして、最終的にはブレーザー出しながら4枚手札返ってくると、まあ、っていう動きをすることができます。はい、デッキレシピこんな感じになってます。例によって説明文の方にも記載しておきますので、画面の方が見づらいという方はそちらも参照していただければと思います。ほとんどのカード触れてるんで簡単に枚数だけ触れていきましょうか。まずシトリーとリオン、まあクリストロンチューナーですね、こいつらの枚数配分なんですが、このデッキはシトリーを中心にそのデッキを組み立てているので、まあ中心となるシトリーが3枚で、リオンなんですが、あのハイファイバーの召喚条件がチューナーを含む合計2体以上2体のモンスターなんで、まあ、シトリーとは別にハリファイバーになるためのチューナーが必要になります。で、その時にまあ使えるかなと思ってリオンを入れました。はい、ここら辺は別にクオンとかも入れてもいいのかなと思います。クオンとか入れるともうちょっとこう、なんつうか展開の幅に広がりを持たせることもできたりするので、まあ、ここら辺は何をチョイスするかは、なんつうかな、まあ、直感で感覚であれしていただければと思います。次に、その他、非チューナーのクリストロンですね。まずシストバーン。まあ、これは3枚入れても問題ないでしょう。墓地から除外するだけでデッキからクリストロン持ってこれるんで。はい。次にスモーガーが2枚の理由としては、スモーガーのその墓地から除外してサーチする、クリストロン魔法罠をサーチする能力は、このデッキインパクトしかないので、そんな使わないんですよ。なんで、まあ、2枚ぐらいあれば十分なんですよね、こいつの仕事は。でも、やっぱスモーガーを逆に枚数減らしすぎちゃうと、シストバーンでレベル3のモンスターが欲しい。シストバーンはシストバーン持ってくることができないんで、レベル3モンスターをシストバーンからサーチしたいって時に、その選択肢がないと困るので、スモーガーは2枚入れてます。対してローズニックスは、このデッキはさっき言ったんですけど、ローズニックスプラス、ウンディーネとかからブレイザー出したりできるんで、だったらブレイザーになれる要素は少しでも多い方がいいかなと思って、ローズニックスは、3枚入れてます。で、じゃあ対してなんでローズニックス同様にブレイザールートに必要なサルファフナーが2枚なのかというと、サルファフナーは手札でダブつくと本当にいらないんです。サルファフナーでサルファフナーを切ってサルファフナー蘇生とかってできないんで、あんま手札でダブついて美味しくないサルファフナーの枚数をまあ控えていいのかなと思って、サルファフナーは2枚控えました。でウンディーネとスクラップリサイクラー、ここはいいかなと思います。デッキからクリストロンを落とす仕事を持つモンスターたちですね。で、一方コントローラーは2枚ですね。3枚入れてもいいっちゃいいんですけど、まあ入れすぎても逆に邪魔になるんで、まあ2枚でいいかなと。で、誘発6枚ですね。 G、 まあ G はいいでしょう。何しろこのシトリーとシンクロしてレベル4のボンダムになることができる。で、ウサギなんですが、ハリファイバーから出すことができるので、ハリファイバーの選択肢の一つとしてやっぱウサギは入れといた方がいいのかな。で、一方ウララなんですけど、チューナーであってさらにハリファイバーから出しても大して仕事をしないので、このデッキ的にはあまり相性がいいと言えるカードではないです。まあ、ただ昨今うららないとやっていけないっていう実情もあったりするので、悩みどころではあります。まあうらら持ってなかったら無理にここ全然うらら入れなくて、それこそなんだろう、さっき言ったクオンとか、あとはもう一体そのクリストロンでこのデッキに採用してないプラシレーターっていうモンスター、プレシレーターっていうモンスターが存在して、そいつは確か墓地の自身を除外することで、手札からクリストロンを特殊召喚できる能力を持っている、レベル2の貴重なクリストロンなんですが、まあ、そいつを入れてみるのもいいかもしれません。プラシレーターがいると、まあ、直接なんか展開に大きく変化が出るか、そのルートがさらに増えるかって言ったら、まあ、そうでもないんですけど、そのあと1体モンスターを場に並べてそこからシンクロしたいっていう、そのあと1体っていうのに貢献してくれるモンスターではあるので、まあ、うららいら、を抜いてそこら辺を入れてもいいのかなと思います。次、魔法トラップですね。まあ言うことないと思います。オロマイは墓地にクリストロン落とせる強い初生墓地から蘇生ブラックホール、3枚になりましたけど、このデッキ3枚もいらないです。はい。で、次にハーピーとツインツイスターですね。このバック除去カード、ここら辺はこのデッキモンスターにタッチするのすごい得意なんですよ。クリオンガンドが何しろモンスター除外するマンなんで、本当にモンスターに対してはやたら強く出れるんですけど、バックに対しては本当にボロクソなんで、やっぱここら辺のバック除去は少し集めというか、まあ、いつも通りの枚数ですね、入れてます。で、貪欲な壺、主にこのデッキではエクストラデッキのモンスターを回収します。で、クリストロンインパクトと、まあ、スモーガーから持ってきて、展開札兼防御札なので、まあ、3枚あって問題ないでしょう。はい、エクストラデッキこんな感じになってます。順番に見ていきましょう。まず、コズミックブレザードラゴンとグリオンガント。このデッキの切り札なので、まあ、1枚ずつですね。で、忍び足、インゼクトロンパワード、パワードインゼクトロン、それからムサシ、アメトリックスですね。ここら辺が入ってるリンクですね。まずこいつらは、絶対に入れておいてください。まあ別にこれでやる必要性はないんですけど、7、6、5の、各機械属シンクロモンスターは最低でも1体ずつ入れておかないと、そもそもシトリーなりリオンなりの効果を使うために、エクストラデッキに出せる機械属のシンクロモンスターがいないことには、そもそもの発動ができないんですね。なんで、その、シトリーたちの効果を発動させるために、こいつらは入ってます。特にその中でも5はすごい使うので、ムサシとアメトリックスっていう感じで、5だけは2枚と厚めに入れてあります。で、はクオンダムですね。相手のバトルフェイズ中にもシンクロ召喚することができる、非常に便利な、シンクロ中なんです。
それからフォーミュラーシンクロですね。何かとドロー効果使ったりとか、あとはブレーザー出したりとか、意外とちょこちょことお仕事してくれるので、フォーミュラー。それから、ブラックローズ、バルカン、相手団中に出すシンクロモンスターの候補として入ってます。次に、ブレーザーを作るためのハイパーライブラリアン。それから、便利なハリファイバーさんですね。今値段どうなってるんだろう。あとはリンクスパイダーですね。いかがでしたでしょうか。相手ターン中にシンクロ召喚して攻め込むっていう、本当に他のシンクロデッキとか類を見ない感じの、シンクロテーマなので、皆さんも作って遊んでみてはいかがでしょうか。ではここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら、評価やコメント等いただけると非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。